皆さんこんにちは、ファクトリーギア TV 工具好き。はい、今日はこちらの商品ドン貢献でございます。2分の 1SQ のフリーターンクロスレンチということで、まあいわゆるこういう風に回せる、こういう風に回せる、こういう風に回せるフリーターンクロスレンチなんだけれども、まあ見てください、これほんとね、いやーこういうところがね、やっぱり貢献好きのね、あの工具ファンが多い理由なんじゃないかなと思うけど、どっからどう見ても貢献ジールというこのグリップ見てください。もうねジール以外の何者でもないというこのデザインですね。まあ本当にラチェットとか、まあ、踏襲してる、これね結構ヨーロッパのメーカーこういうことよくやってましてね、まあ僕はあのフランスのファコム社のデザイナーの人にインタビューしたことがあったんだけど、もうその時言ってたのは、もう100メートル離れたところから、大げさだよと思ったんだけど、100メートル離れたところからあの職人の人たちが工具を持っていても、それがファコムだと分かるデザインを我々追求してるんだっていうことを前おっしゃってましたね。これなんかもう100メートルは言い過ぎだと思うけれども、まあ確かにもう数メートル離れたところから見ても、工具好きな方が見たら完全貢献だなと思うようなデザインじゃないかなと思います。まあグリップがジールっていうだけじゃなくて、このエキバーのライン見てください。これね貢献らしいですね。このトーションのエクステンションですね。貢献のエクステンションってこうトーションが効いてて、トーションによるしなり感でオーバートルクしないようにしてるっていうような機能があるわけなんですね。これも本当に貢献が長くファンを掴んできた一つのデザインですよね。でまあ全体的に見て、このかっちりくっきりした、この、フォルムですね。でこうしてやっと外れるわけです。こう外れることによって、このまた貢献バッグ、これにこう綺麗に収まって、車の中で場所も取らずに収納することができるというものです。でこれも貢献の特徴です。このオーバル、わかります？楕円になってるんですね。この楕円になってることによって、角度をきちんと固定することができるというものです。でここのボタンを押して、あとは差し込むだけですね。で力をかけたい時にはずらして力をかける。とでそしてあとは早回しというような使い方をするんです。で今回これに21ミリのホイールソケットをプレゼントということになってます。ホイールを傷めないようにということでカラーがついてるんですけれども、まあこれも最初出た時にたくさんコピーが出ましたけれども、これしっかりこう回るのがね機能なんですね。このホイールをうまく擦らずに、ナットだけ回すことができるっていうような機能です。でもちろんこれ外すことができるんで、めちゃめちゃ極薄でやりたいっていう場合はこれ外して使うことができると。で貢献さんやっぱりね、さすが貢献と言わせるところですけれども、このカバー自体も、サプライしてるということなので、これを後で買うこともできるというもの。この 21mm のホイールソケット今回プレゼントということになっております。とでこちらの商品ですね、これはもう定番化されるんだよね。でもうほとんどこれからいつでもまあ買える、まあ、人気が出すぎて、生産間に合わないってこともあるかもしれないけれど、これ本当ね秋とか気をつけてください。まあ工芸さんあんまりもともとたくさん作らないので、そういう商品なんですけれども、今回この商品をクローズアップしようということで、特別にこの 21mm の、先ほど説明しましたこう機能満点のホイールソケットをプレゼントということで、 21mm のソケットとフリーターンクロスレンチがついて、定価でいうと 14,560 円のものを 8,850 円でお持ちというセットでございます。ぜひ皆さんね、これもなくなる前に、これもなくなっちゃったら終わりだよね、はい、ね限定ということなので、ぜひ、ご検討ください。それでは皆さん、さようなら。